長年日本で活躍し、全日本 F3 選手権やスーパー GT、フォーミュラ日本でチャンピオンを獲得した経験を持つブノワ・トレルイエが、母国フランスで自身のレーシングチーム、トラジェクトス・モータースポーツを立ち上げた。2024年はリジェ・ジェイスカップフランス、同シリーズ内で閉催されるファンカップに参戦する。トレルイエはフランス F3 を経て、2000年に来日。 無限から参戦した2001年には全日本 F3 選手権のチャンピオンを獲得すると、2006年にはインパルからフォーミュラ日本のチャンピオンを獲得。2008年にはザナビニスモ GT-R のドライバーとして元山サトと共にチャンピオンに、トップドライバーとして大活躍を見せてきた。そんなトレルイエだが、スポーツカーレースではアウディのドライバーとして活躍した後、 2017年以降は目立ったレース活動は行っていないが、トレルイエ自身は引退はしていないとするものの、2024年から自らのチームを率いることになった。2020年にトレルイエが設立した高級車コンシェルジュサービスの名を取ったトラジェクトスモータースポーツがトレルイエの新チームで、2024年はまず、リジェ・ジェースカップフランスに2台で参戦。 83号車はバンサン・ボーティエ、マルティン・ラックマンヌがドライブ。そして84号車には、ヤニック・パナギオティスト、トレルイエの息子であるジュール・カズキ・トレルイエが乗り込むという。ボーティエとジュール・トレルイエは、2025年にリジェヨーロピアンシリーズのスカラシップを得るべくリジェのジュニアプログラムに参加するという。また、ファンカップにも2台をエントリーさせるが、ドライバーは未定だという。 2020年、僕のキャリアの今後を考えて、美しいメカを愛する人たちと情熱を共有したいと思って、プロバンスのゴルドで高級車コンシェルジュサービスをオープンするアイデアを思いついたんだ。そして数ヶ月前に、今度は僕の経験を共有したいという思いから、トラジェクトスモータースポーツを立ち上げるアイデアが生まれた、と取れる家。 僕が若手だった頃は、まだタバコ会社や石油会社がバックアップする様々なプログラムがあって、若手が手頃なコストでスキルを磨くことができていた。僕がアンリペスカローロのプログラムでフォーミュラルノーキャンパスに参戦できたようにね。でも今は、そういった機会は少なくなっているんだ。今回、リジェのジュニアプログラムをサポートすることで、 リジェヨーロッパシリーズにつなげるスカラシップを目指す若手を起用することができる。今回はバンさんとジュールがそれに当たるんだ。僕の経験が彼らの役に立てるようにしたいけれど、現場のコーチング以外にも、時間を守ったり、仕事のあらゆる側面を理解してもらいたいと思っているよ。